2020年10月16日金曜日、東京メトロ銀座線、丸の内線、日比谷線が乗り入れる銀座駅がリニューアルされました。銀座エリアのデザインコンセプトは、憧れの街、人と街をつなぐ光のゲートアベニュー。銀座線は、格式ある石造りの銀座をイメージに、ラインカラーのレモンイエローの光を用いて案内を行っています。 改札内の天井には地上のビルなどの風景が描かれていて朝、昼、夜で光の表情が変わります。銀座駅のステーションデザインコンセプトは移ろいゆく銀座各時代の銀座の風景をホームに映し出すことで移ろいゆく銀座を表現しています。 銀座線ホームの壁には、1920年からの銀座の街並みが、時系列に描かれていて、終わりは2027年となっています。この年は、銀座線が開業してからちょうど100周年となります。今回の銀座線リニューアルでは、銀座駅のほかに、日本橋、京橋、青山一丁目、外苑前の各駅もリニューアルされました。 また、今回のリニューアルで、銀座線の京橋、銀座、虎ノ門、青山一丁目、外苑前の各駅にはパブリックアートが設置されています。 月屋橋交差点改札側は、丸の内線は、外堀川が流れる銀座で、チェリーレッド、日比谷線は、きらめくモダンな銀座で、シルバーホワイトの光を利用して、光柱やライトアップを用いて、路線の案内をしています。月屋橋交差点改札内の天井も、地上のビルなどの風景が描かれていて、朝、昼、夜で、光の表情が変わります。 銀座駅のパブリックアートは、ここ銀座が、創業地の資生堂の寄贈により、パブリックアート作品、光の結晶が設置されました。この作品は、特殊なファセットを施した636個のクリスタルガラスを集積した光の彫刻で、世界的なアーティストとして知られる、吉岡則人氏により制作されました。